兄じゃ任せておけ。全軍進め。艦にあだなす賊軍を撃つのだ。我ら義勇兵も行こう。みな、私に続いてくれ。おう、兄者。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。敵をこの地より駆逐するのが我らの役目。油断するでないぞ、よく解く。要は全員ぶっ飛ばしゃいいんだろ。やってやろうじゃねえか。みんな思う。よく解く。闇雲に戦っても勝つことはできぬ。重要なのは拠点を制することだ。攻めるも守るも拠点を持つ方が有利。まずは敵の拠点を奪取し、反撃の道を探ろう。任せときな、兄じゃ。おお、よく解くか。いざ、共に眼前の敵を倒そうぞ。敵を孤立無援に追い込むが兵法の常道。周囲の拠点を落とせば防備も弱まろう。じゃあここは後回しにしとくか。周りの拠点をぶっ潰しに行くぜ。一人で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。あれだ。
俺が制圧したぜ。うん、さすがはよく解くよ。さすがだ、よく解く。他の拠点も制圧しよう。見事な働きを。義勇兵にしてはやりおるわ。おらおらおら、聖騎士と長騎士様のお通りを。飛んでけやれ。こいつら強すぎる。勝てるわけねえ。敵兵の多くも元は空に困った民、苦しむ民同士が争う。これが乱戦のか。なればこそ一刻も早くこの乱戦、この戦を終わらせる。さあ行こうや、アンジャ。あんたの道は俺様が切り開いてやる。お前が終われば面目が立たぬ。さあ勝負してもらおう。